打てずに、負けた時結構僕も誹謗中傷来るんで、できればね、激励に変えていただいて。昨日7試合ぶりの勝利となったファイターズ、活躍した松本剛選手はヒーローインタビューの場で異例の呼びかけをしました。問題となっているのは選手への誹謗中傷です。今月10日の西武戦で伊藤大海投手が3回途中6失点で降板。この日伊藤投手の SNS にはボールに頭を打たれて引退しなさいなどの心ないメッセージが届きました。今日みたいに活躍した試合はお褒めの言葉をたくさんダイレクトメッセージしていただけたら、選手の皆さん結構見てますので、皆様の声援が本当に力に変わります。一言一言真摯に受け止めて、頑張りますので、残り全試合たくさんの応援よろしくお願いします。今回の一連の問題を受け街の人は、ヤジとかもやっぱ汚い言葉使ったり昔はよくそういうのがあったので、子どもも応援しますし、気持ちよく応援できるようなそういう環境であったらいいなと思います。SNS を禁止しろとか、選手が発信をやめろというところではなくて、どういったルールを基づいて発信ができるのか、こういった言葉は使ってはいけないとか、そこの線引きといったところを使っている人が全て理解するというところが重要になってくると思います。日本野球機構は今シーズンのプロ野球開幕前、ファンに SNS などでの誹謗中傷をしないよう声明を発表していました。専門家は今回の問題と背景についてこう分析します。これまでは選手に届いていなかった誹謗中傷が見える化して、さらに選手に直接ダイレクトメッセージなどでは攻撃がいくようになったというのが1点で、もう1点が、非対面のコミュニケーションであるから、さらにですね、過剰な表現になりがちで、積極的にですね、ぜひ自分の心を守るためにミュートやブロックといった機能を使ってほしいです。新庄監督は SNS に、言いたいことがあるなら監督の僕に言ってこいと投稿。球団も看過できないと判断した場合は法的措置などを視野に入れ、断固とした対応を取ることがございますと声明を発表しました。 SNS 上でのファンのマナーが問われています。